ちなみになんですけど、これまでのクリアするまで帰らないシリーズ何個やってきた？5個やってきました。5個か。まあ、ダクソ1、2、3、はい、セキロ2を、はい、1は27時間、ダクソ1は27時間、はい、2が34時間、3が45時間、45、セキロが51時間、はい、2を1が 51.5 時間もうこのちょっとね、増えてきた。そう、もう終始打たなきゃいけない。そうっすね。これ どうしましょう。これ2を2は何時間できますか？10時間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 できます。恐ろしく早く、もう明け方ぐらいにはもう帰ってますから、ね、もう朝の始発がやります。で、平均クリア時間が50時間らしい、はい、ちょっとさ、はい、平均50ってやばくない？平均50はそうですね、まあ、これ50以上かかる人もいるってことだもんね、平均のことは。まあ言ってても、お前はプロゲーマーじゃん、まあ、もう全く違うジャンルのですけど、はい、でもまあね、そのゲームが得意だからプロになってるわけだからそうでしたっけ。ね、もうそんなこと言えなくなって、ね、いつもさ、こうやってやったらさ、そうっすねってお前がでかいこと言うのに、でもなんか多分ダクソ3で泣いたぐらいからもうそういうの言えなくなってきてる。ゲームに対する自信は、はい、なんか毎年失っていく一個なんですけど、ね、で、スタジオの都合で最大でも60時間、月曜日の朝6時までということで。なるほど。ちなみに僕、月曜日の朝10時に税理士に行かなきゃいけないです。もう本当にやばいです。もうギリギリのところを攻めてます。確定申告の除名させなきゃいけないんでもう俺は今からそわそわしながら。マジですか。じゃあそれに間に合うようにね、そうクリアしないといけないですね。もう是が非でも60時間で。Twitter をフォローした上でハッシュタグにお加藤もこをつけて、すごくない？肩並べてんじゃん、におに。にお加藤もこをつけて番組の感想をツイートすると、応募完了でございます。こちらもご興味。首にかけるやつ、首に焼けるやつ、ね、いいね。ウホルダーみたいなやつもありますし、うん、まあこのラバーストラップっていうんですかね、うん、このゴムでできたやつ、うん、これ表が変える、うん、カッパであって、なんか何表変えるね、裏は変える、裏なんか骸骨みたいな。かわいいね。かわいいらしい、うん、かなり。もうこれだ、限定品ですか。まだありますよ、これ。まだある。何このもうちょっと意気込み的なの。え、あ、いきますか、うん、じゃあ、うん、もう俺はもうね、うん、もうこの仁王のためにもういろいろ調整とかしてきたんだ、うん、どういう調整してきた。もうそのこのだから、ね、睡眠時間の調整とか。あ、で何時起きたの今日。今日はだからもう朝ぐらいに朝に起きましたけどね。あ、そうなんだ。ちょっとまだちょっと眠、まだ眠気されてないんですけど。そうだ、こっから徐々に伸びていきそうな感じあります。ちょっとあれ、はい、待って、起きたのは何時今日。12時です。昼の？あ、夜の12時。え、お前もう眠いじゃん、もう。でも、うん、違うんですよ、うん、そっから、うん、もう一回俺朝にちょっと寝てるんですよ。何時間ぐらい寝たの？1時間半寝て髪を取ってて。ちょっと待って、僕は今までの帰らないシリーズで、はい、最低のコンディションじゃん、お前。なんか様子おかしいなと思ったんだよ。なんですよ。だってさ、はい、今日さ、一応ね、スタッフの皆さんに一応こんな感じでプレイしてくださいって言った時にさ、丸ボタン押してくださいって言われた時にお前さ、丸ボタン押せずに1分ぐらい止まったじゃん。丸って誰ですか？違う、違うですよ。まあ、丸ボタン押せないけど大丈夫だろ。大丈夫です。逆に昨日そう、もうびっくりするぐらい寝ちゃって、もう今有り余ってるんですよ、体力が。でここからまだ徐々に尻上がりにこの状態が上がっていく気合を感じてるので、多分このテンポのまま状態のままこうグーンと伸びていくんですよ。だから、なるほどなるほど、割と変わらないというか、うん、ずっとこの同じパフォーマンスを発揮できるなと。なるほど。あとこれも見てほしいです。これ、あ、何この俺の帽子、実は何二王で、ほら二王2のニット帽、うん、これ僕かぶってきました。しかもね、これこのままお帰っちゃいいじゃないですけど、これもう実は言うといろんな場所にこれかぶっていってます。お、そうなんだ。もうあるいはもう半剣者の案件の時とかも、うん、全くない。これこう無視して仁王のタグを隠すようにしてずっとかぶってきたんですけど。あ、なるほど。だからこの仁王愛っていうのは本物だよっていうのを皆さんにね、伝えたいと。素晴らしいです、はい、完璧です、はい。そして僕はもう頭丸めてきたんで、もうじゃあもうコンディションはもうバッチリだよな。もうバッチリですよ、うん、クリアするために、はい、もうお互いが努力を、はい、もうしてきてると。そうです。 OK。 ニオ2プロデューサー兼ディレクターの安田文子さんです。おー、どうも安田です。
こんにちは。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや安田さん、はい、前回ワンの時もいらっしゃってくれましたよね。うん、あ、そうですね。1年前ぐらいでしたっけ。あれ何、あ、1年ぐらい前か。ちょうど1年前だからね。ちょうど。そうなんですよ。また本当に。ワンのあれあれですよね。はい。はい。そうですね。いやもう本当2もやらせていただいてありがとうございます。本当。いやいやいや。前の時はね、はい、モコさんがずっとカエルにボコボコにされて。ありましたね。これもう二度とないんじゃないかなと思ったんですけど、よかったですね。あれは思い出したくもないね。そして、今回私たちがプレイをする NIO2 についても、はい、改めて安田さんの方からご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい。はい、NIO2 は、まあ、NIO の2なんですけど。はい。はい、ちょっと言わなきゃいけないのかな。一応ちょっとパワーポイントお願いします。はい。はい、NIO…シリーズなんですけど、これ私たち前回2音をクリアさせてもらって、一応今回2回目の挑戦になるんですけど、はい、ええ、なんかモコ君からちょっとお願いがあるんだよね。いやもうそうなんですよ。やっぱ今回のね挑戦させていただき本当にありがたい気持ちもあるんですけど、やはりこの何て言うかな、そう、このやっぱ毎回結構命がけでやっぱクリアをさせていただいて、そうだよな、命がけでやらせていただいてる中で、うん、何かこうクリアできた時のご褒美みたいな、ご褒美、うん、なんかね、いただけたらなっていうのはちょっと本当厚かましいから分かってますけどもそのニット帽じゃ足りないと思うけどね、ニット帽もう本当にもうかぶれすぎてもう、あ、頭皮の匂いするそういえばずっとかぶってるわ。そうなんですよ、本当に日常的にかぶってるずっとかぶってるので、ね、そろそろ新しいご褒美。あ、そうですね、ですね、なんかやっぱ、はい、そういうのがあったら、はい、我々嬉しいなって考えて、はい、もうちょこっとこっそり出てえなっていう、出たい出たいこんなこと言ったらね、日本ファンにすげえ怒られると思うんですけど、はい、今回ニオ1は主人公いたんですけど、うん、はい、ニオ2って、うん、キャラクタークリエイトが好きに見た目できるんで、はい、それをあれですかね、加藤さんとモコさんのキャラクターを作って、マジですか、クリアできたらですよそう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 、だったらできると思うんで。マジですか。うちの CG チームが本気で作って、マジですか。でそれ共有できるんで、はい、コードとかで、それをじゃあなんか皆さんに、いや、これはそれでお願いします。マジですか。これはもう絶対にクリアしたいそれ作っていただけるっていうのは嬉しいよな。もうね、いいんですか。ありがとうございます。まあ、なんでぜひ使いたい。しかもさ、うん、ちょっとさ安田聞いてくださいよ、あのね、はいはい、この今のくだり、あらかじめこうやってお願いしてたのにアドリブでやってる風に見せますかって言ったら、僕が俺に任せてくださいって全然何にもできねえじゃんお前ふざけんなよ、俺はめてんじゃねえよ。ごめんなさい、認識は間違ってそうだよな、なんか全然段取り、そうですよね、あれですそうだそうだ、なんでこんな、いやでもそういう、俺はダメって言ったんで、俺たちは芝居できないから無理って言ったんですよ。いやでもね、そういう意味で言うと、うん、その事前にそれちょっと聞いてたんで、はい、CG チームとちょっと話したんですよ、はい、これモデル見た目できるかねって言ったから、うん、まずモコさんがそのグラサンの下をグラサンそうそこでだから顔が作れないよねってなって、あ、いやもうで加藤さんに至っては坊主になってる、ちょっとうまいことちょっと坊主の方がやっぱ、はい、ちょっと本当どうしようかなと思うんですけど、まあでも、はいはい、クリアできたら連絡ください。いや分かりました、これも全力でクリアします。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいね、お忙しいし、なんか僕たちのね、そんな遊びに付き合っちゃって本当に申し訳ないんですけど、でもそこまでやっぱやってくれるってことは、はい、俺と向こうがめちゃくちゃ、はい、もう楽しくな、一生懸命プレイするっていうことが、はい、もうやっぱ最低条件。いやもうそうですよ。で、これ受けない。丸ボタンを押すとバックになっちゃって、なんか。ボス戦とかで負けた時にリトライができなくなっちゃうから、そうなんですよ、俺と向こうがバカすぎるから絶対バツボタンを押すってかなんか子供のなんかあれ書かれてんだけど、絶対バツボタンを押してください、これ OK、 よーし、あ、始まってる、あ、もう始まってますね、もうスキッ、強く生きるのです、強く、なるほど、まあこの辺の伏線も回収するんでしょう、はい、はいって、そうなの、いや多分そうです30時間後ぐらいに、ありがとうございます、
どのようなあ、お互い作り合ってもいいけどな。あ、なるほど。お互い作り合うよ、これ。そうしますか、うん、お互い作り合うか。作り合いますか、じゃあ。じゃあちょっと、です。イレギュラーだけど、じゃあ位置変わっちゃおうぜ。はい、勝手に。了解です。これ時間かかるぞ。これかかりそうですね。これ時間かかるぞ。ちょっとこれかなり細部まで決めれるから。めちゃめちゃ決めれんじゃん、これ。やば。ちょっとみんな1時間もらってこれ。これダメだ。俺妥協できないもん。こんなことやられたら。輪郭、額の前後位置。額はまあでも割と。いや、もう似てる。もう似てきてる。何言われてる。ねえ、もう似てきてるよ、俺のお前の方に。何ですか。口はでも…あ、やっぱいいわ。あ、いい、俺はなんかいい傷ついた。マジですか。ああ。あ、やべ、アシュラ脱着になっちゃった。アシュラになっちゃった。一応、やっぱ…こういう傷ねえとよ、うん、これなんだ身長。ああ、なるほど。マジでモコに似せるからね。お前入れ墨入れてるよな、私は。俺家入れてない、連れて入れてるじゃん、なんで言っちゃいけないの。背中にめちゃめちゃ入れ墨入ってる。いや、違う、そう、カエルの入れ墨入れてる。そんな情報流さないで。いや、もう前にも疾風陣内入れとくから。モコじゃないですよ、もう。お前の胸に疾風陣内入れとくから。お前もほれよ。いや、空想でかく疾風陣内入れとくから。はっきりじゃん、なんか疾風陣内。お前もめちゃめちゃでかくしとこう。入れてほしい、モコにこれ。俺もできた。で、マジか。向こうだわ。できました。できた。できました。できた、できた。これでお前に頑張ってほしい。はい、マジすか。うん、じゃあ頑張ります。じゃあ、それせーので。はい。あ、じゃあ行くよ。はい。せーの。はい。ちょ、だって。なんか俺、ちょっと女の子見てるじゃない。ちょ、いや、向こうめっちゃ似てる。いや、お前めっちゃくちゃ似てる。めちゃくちゃ似てるでしょ。お前寝て起きた時こんな感じでしょ。似てない、ちょっと。俺はもう、だいぶ俺も似てるってこと、かなり。確かに似てるわ。めちゃくちゃ近いですよ、これ。すげえ近いわ。誰って言われたら、俺のこと知ってるやつだったら、え、これ、うんこちゃんですか。これ、うんこちゃんじゃないですか。なるかもしれない。じゃあ、もうこう髪型がなかったんだよ。こんなに履きない顔すか、ね、さっきの。ちょっと横顔見ていいですか、横顔見ていいよ。ちょっとほら、ちょっと似てない。ちょっと似てない。右上のコンパスに表示されるで、お前一応身長も一番ちっちゃくしといたけど、ちょっと確かなんかめちゃちっちゃい。二人で並んだ時に、これなんか敵にわざ届かないとかならないですか。大丈夫ですか、これ。それしょうがない。背低い。ああ今やっと始まった。こうだ。あのね、ずっとあのチュートリアル始めるの時にあの丸ボタンを押してたんですけど、これ丸がキャンセルなんで。そうだから言う。そうなの。それをこれモコ、これそうですよね。これこれだよ。やばいわ。絶対バツボタン押す。これバツボタン押さなきゃダメなんだ。バツが決定なんだこれ。そうだよ。どう、お前のキャラクターは、はい、やっぱ魂宿ってる。俺が作ったんだけど、ちょっとまだその入りきれないです。まあ、多分時間が経てば慣れてくると思うんですけど。すげえ、このモーションも、この映像も変わるんだ。この時点でもうほら、お前まんまじゃん。なんだこれ。いいね。はい、ほら遠目だとお前じゃんこれ。ほら、あ、ほんまっすね。確か遠目だとなんか似てるわ。お前じゃんこれ。なんで、何が不思議やなこれ。そうだよ、 なんか似てるって。このこうくるやろ。だろ、だろ。めっちゃ強いぞ。ガードしっかり、ガードしっかり、ガードこれだ。ちょっと待って、屍ぐらいが強いんだから。やべ、スタミナしっかり。ちょっと死ぬし、あ、おお。おい、ふざけんな。あ、そう、それなんか死ぬとモコをね、回復できるらしいんだよ。俺が。オッケー。あー、ありがとうございます。
やべ、しかもねぐらいめちゃくちゃ強い。もう助けて、起こして。あ、死んだ。そんで、あ、これで、息合ってんじゃねえか。いいっすね。マルチプレイおもれえな、これ。ほら。おー、ナイス。わー、かっこいい。いいね。今の何やったんすか、今の。え、なんか、レンちゃん。四角。食われてる。なこれ。うわおい、大丈夫か、お前。あ、俺、ちょっと死んでますわ。ちょっとすみません、救援を戻っていいですか。あ、ありがとうございます。OKOKOK。申し訳ない。お前が死ぬな、死ぬな、僕。ごめんなさい、ちょっと救援。ちょっと待って、救援お願いします。すいません。一人ずつやろ、一人。一人ずつ。そうっす、そうっす。ね。それ、溜まってるスタミナを回復できるんだよな。そうなんですよ。なんでお前、開発者目線でな。おい、ふざけんな。おい、すいません、ちょっとお前なんで安田さん目線なんだよ、いつもそうやってやるといいんですよってちょっと一回真剣やろ、一回真剣じゃ、うん、あのちょっと今日なんか寝違いしちゃって首が首が持たないですよ、なんか知らねえよ、これそう、まあ知らないか、それもできることないね、これどう、あ、俺あかんじゃね、え、向こうが落命してるけど大丈夫、ちょっとお前知りました、なんで知らず知らずで死んでるんだ、お前どこで死んだ、あの川に落ちたら、ね、死にましたわ、いや申し訳ないです、しかもこれで HP 下がっちゃったやばい、ここでこいつ倒そう、倒しそれで基礎的な動きをマスターしよう、わかりました、うん、で目標は3月30日までに倒して年度末までに帰ろうこの前じゃ多分2ヶ月かかるから年度内に倒そう、その YouTube どうしましょう、言うもので引退だな、引退ですか、OK です、ちょっと今日も匂うですって、今日も15分ぐらいさダイジェストあげてもらおう、挟め挟め、じゃあそこか、やばい、ごめんなさい、死んだでも惜しくない、でもすいませんえ、お前もうその顔すんのその20時間経った時とかもう出ちゃった、いや大丈夫です、いやちょっと手応えありましたね、あ、今手応えあったね、うん、いけるいける、今よかったよね、最初で練習した方がいいよな、うん、もうこのあの20時間経った時の20時間後のあれが出ちゃいましたよ出ちゃいましたよじゃねえ、いいね、よし、お待たせしました、 OK、次からじゃあここをショートカットできるとですね、拾います、拾ってくれ、はい、あ、でもそんな減ってない、おい、この隙間気をつけろお前この隙間突き飛ばされた、これちょっと落ちますね落ちるな、これは良くないわ、今回でこそ重量でいきましょう、うん、ちょっと俺もグラサン取ろう、これいや、これ早取るのグラ、あ、ちょっと救援だけお願いしていいですか、すいません、あ、チャンス今、チャンス、すいません、俺だけ、うわやべえ、やった、助けてくれ、もう殺された、すぐ起こして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 、起こし、起こす、起こす、え、なんで、え、なんで起こせない、なんで、なんで、え、あれ、え、押したのに、あ、惜しい、え、悪い、くそ、連打しまった、俺が連打しましたか、息合ってきたら、でもな、戻っちゃった、俺も連打しました、お前押しただろ、丸、俺も押しました、俺連打しました最初からこれやると、最初からだったって、え、これどこまで行っちゃうんだ、これ、いや、でもさ、でも、でも俺が引き来る、ナイス、おら、ナイスだ、いや、うまい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 、なんだてめえ、ナイスだ、すいませんお前、俺のコーチか、匂うぞ、おい、すいません4.6 だもん、4.6、やべえ、もうそれ以外全部打っちゃったから、俺クソ重いわしばらく俺、何もできねえわ、マジっすか、はあ、いや、何もできんわ、早急になんか取りに行った方がいいんじゃないですか、じゃあ、いや、でも何もないもん、何もないっすか、うん、はい、じゃあめちゃくらいました、ちょっと回復がないんで死ぬかもしれないです、マジで俺回復あと6個あるぞ、え、なんでそんな溜まるんすか、いや、多分被弾してない、
えぇ、ー、って言われても避難してねえんだよ。増えてるってことですよね。ああえ、ちょっと待って、ラゴー剣覚えさ…なんだ、やめてやめて、何してんのこいつ。やべ、右手がもう痙攣したんですよ。何これ、あ、これあれか、右手が痙攣…ラゴー剣を習得した弊害かもしれん。ごめんなさい、ちょっと沈みました。あー、おらっしゃおい、やばい、やべえ、ちくしょう、ちくしょう、いや、水に…使えなくなっちゃったもん。あれ、お、角生えた。なんでお前角生えてんの。いや、わかんないです、俺もなんか R… どうやってやったお前。 R2 を押してるんですけど。なんでお前角生えたの。どうやってやったの。俺角生えてねえぞ。あれ、いけいけ、角生えてる。角生えてる、生えてる、いくぞ。ここも行きますよ。じゃあ、いけいけ、お前、お前角の力見せろ。どうだ、強さは。攻撃打てないです、角生やしたら。押しっぱなしだからか。何やってんのお前。やべ、角なくなっちゃった。角なくなりました。何だったんだろうな、あれな。なんだこれ。なんだこれ。お前落ちろ。俺も割れた、落ちた。足引っ張らなし。どうですか。いや、僕足引っ張らした今。よし、拾います、拾います。はい、おしちょっと今度俺を救ってもらえると。すみません、ありがとうございます。もう足引っ張られた、落ちた。おめえ、何回落ちてんだよ。何回落ちてんだ。ガンタつけてほしいですね。すごい、お前の魔法でこれちゃんと落ちる。お前泣いてない、なんか。お前多分妖怪を倒すたびに泣いてるんだよ。それ心優しい。そうですね、はい、うん、やっぱ心痛いんですよ。な、いくら妖怪とはいえな、めちゃくちゃ泣いてるやん。そうなんですよ。ナイス、もう死ねないぞ、もう死ねないぞ。よし。待って、もう分からない、俺が引き受ける、ここから。よし、お願いします。いった。いや、すごい、これで。よしよし、すげえすげえ、よしよし、いった、いった、よし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 、すごい。よっしゃ、なんすか、あのカウンターみたいなやつ。嬉しいよ、俺竹中直人好きだから。共演できるの嬉しい。共演ですよ、これ完全に。もう少しであやかし。あ、すいません、あざます。ちょっと俺も、ちょっとなんか、俺、一回おしっこ行っていいですか。行ってらっしゃい。すいません。これ一人が寝てる間に一人やってさ、それを手伝うのめっちゃ大変だわ、これ。モゴ君、はい、なんか噂によるとあと24名あるらしいよ。24、うん、ってことは96時間ぐらいでくれていけるはず、このままいけば。マジっすか。しかもさ、走るのやめよう、歩いていこう、もう疲れるから。ああ、こうやって。そうしますか。確かに、まあ、どうせかかるんだったらもう、ね、やっぱね、せっかくね、ストーリー作った人もさ、こうやってじっくり見てほしいでしょ。そうですね、うん。そこで腕っぷしの嬉しい、竹中直人と共演してる。いいっすね、こうやって見るとやっぱ芸能人でかっこいいな。味を得意にしてるお客に会いに行こう。目の前探してたって言われ。同じ人間とは思えないですね、ちょっとこれ。僕もいい感じになる。最勇気の孫悟空みたいになった。お前、お互いし、おそろじゃん。お前もしばみ、まさか。しばみ使っちゃう。いいな、しばみ意識。仕事人みたいでクソかっけえじゃん。しばもうぜ。しばみますか。うん。頭で。うわ、死んじゃったです。あ、やばい。あ、やべえ、俺ダメだ、スタミナがね。ああ。なんかめちゃくちゃされてる。めちゃくちゃされちゃった。これで俺が死んだらマジでよくない。
回復してくね。オッケーです。頑張って。終わってるわ。うわっ。何こいつ。何これ。あ？敵か？待って。モコが死ぬ。どこにいる？俺も死ぬ。ここいます。モコだけでも。ちょっと待って。俺死ぬ。俺死ぬ。俺死ぬ。ガチ。どうだ惜しかった。うん。あの時やっぱカウンターがちょうど止まったの。俺が死ぬんだから。あ、お前すげえ。ショーもショーだよなお前。ナイスナイスナイス。危なー。ナイス。いやーナイス。危なすぎる。オッケー、よし、あ、大丈夫ですか。じゃあ俺が救うんで大丈夫です。オッケーっす。あ、死ぬ。逃げや。気づいた。なんだこれ。あ、なにこれ。回復の温泉。あ、お前見とけ、タトゥー入ってんぞ。正面も見ろ。疾風陣大隊とから。いや、クソ恥ずかしいじゃないですか。これそう、本当は銭湯いけないんだけどな。入っちゃダメですよ、これは。こんなヤクザみたいな。いや、それでさ、俺ら温泉入ろうぜ。あー、いいっすね、入りましょう。塗り壁の奥にさ、温泉あんじゃん。はい。あ、もうすぐ行けるわ。あ、入れねえわ。え、ダメですか。うん。あ、本当だ。多分、おめえの疾風陣内がバレたっしょ。あ、でも、出来になったと思うんですか。出来になってる、完全に。マジっすか。結構致命的だな、これ。3つ入ってるからね。なんだこれ。左肩に鬼って入ってるからね。確かにステージ20個あってまだ2個目ってちょっととんでもないことになってない。ちょっとやばいっすねこれ。1000時間かかるよ、うん、どうする。あの60時間経ってさ、すいませんスタジオ撤収なんですけどまだステージ8ですとかあったら。もう逃げよう。もうそれもう、そんでツイッターで安田さんブロックして逃げよう。ブロックし仲良くしよう。オッケーっす。それしかねえよ。どこだ、この穴に落ちんのかな。落ちてみていい。あ、いいっすよ。あ、ごめんなさい、俺もすいません。すいません、あの見てから落ちなかった。なんだ今の、なんだ、え、あそこ今の正規流とかだ。あそこから抜けてすぐこう来たら多分ボスまで一直線なんじゃない、はい、けるってことか。うわ、ダメージめっちゃ食らっちゃった。あー、俺も。あ、落ちたらダメなんだこれ。いや、やべえ、俺も死ぬ。すごくない今。いや、すごい。今すごかったよな、俺はな。すごい、よかった。やっぱさ、同じところで並ぶと俺たちすげえブスだな。もうそう、春と並んだらこんな俺ブスなんだな。そうですね、ちょっとやっぱ顔の作りがな、チヤホヤされんじゃん、YouTuber だから。モコタン可愛いとか言われんじゃん。春と比べたらお前らネズミだらただろうな。ただちょっと金持ってるネズミだよ。そうですね。汚いネズミでしたね。というわけでこいつは続ける、押したら多分できると思う。あ、ほら行った。丸押して行けるんですか。うん、おい、ガッツ押して。お前本当、お前俺のあれだな、操り人形だな、こうやってずっと待ってて、こうやって。ごめんなさい、バッツ。でもなんかさっきミスったじゃないですか、これ。これバッツ。続ける？続ける。あ、これでミッション選択。そう、ミッション選択。
覚醒編。覚醒編。そこら中壊されてる。あたりには吉達軍の人間だけじゃなく、めちゃくちゃ押されるんですよ、ね。あれ、あれ。吉達は道山様の集めた霊石を奪うために。会話が強くないです。聞こえます声が。あれ。急ぐぞ。会話が頭入ってこないです、ね。そっちか。あー、すいません、落ちました。任せろ。ちくしょう。どこだ向こう。あー、俺も落ちた。あうわ、再起。さっ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 さ。777のダメージで死にましたわ。ただパチンコなんじゃねえか。やべえ、強え。強いな、普通に道中が。やべえわ。やばいっすね。うん、めちゃくちゃいる。うわぁ、強お前、日本ワンの時の俺の髪型になってんじゃん。鉄腕アトム。これで、これ、これがいい。これ、ちょうど継承していこうかなと。うん、このスタイル。お前に授けたわ。はい、うわぁ、死んじまった。オッケーっす。ナイス。よっしゃ。おー、ナイス。で、あいつだね。あいつですね。うわー、死んだ。いや、マジか。すいません、救えなかった。しかも普通にやられたな、今な。なんだ今のやつ。いやー、僕間違えちゃった。あ、丸押しちゃった。え、マジですか。ああ丸押しちゃった丸押しちゃったすか。丸押しちゃった丸押しちゃったこれ俺が一応これ押してもどうにもなんなのか。丸押しちゃったあ、俺だけなんか丸押しちゃった丸押しちゃった。これさ、丸押しちゃった。丸押しちゃった。だから1個いい縛りしろ、これ丸俺たこのジジイの話からお前聞け。このジジイ俺聞こじゃん。よし、早く。よし、オッケー、行くぞ。キプレイカーのように進んでいくぞ。もう武器あれ変えた？神猿にした？お前。はい、神猿には一応なってるんですけど。なってねえじゃねえか。あれ、なってないですかこれ。あれ、どれのこと。お前、神猿にする？神猿にしましたです。じゃあ、それにして。これ強。これは強いね。これ強っす。丸押すな、お前。はい、丸押しちゃダメだよ。あー、危ない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 。これやばいね。引き殺されたね。はい。労働。あ、バツ。いや、無理だ。ちょっと待って。本当にシャイナル。ちょ、無理だ。まあ、ちょっと、ほら。いや、もう、だめです。どこまでの強さで送る。お、見ろ。俺、手が震えてるから。何の意味だ。手が震えてるから押しまうかもしれない。間違えて押したんで、ほんとに。手が震えてるから押しまうかもしれない。だめ。お前の誠意。バツ押してください。バツ押してください。わかった。せーの。よっしゃ、よしよし。これ、毎回やっていくから。で、ちょっとずつ押す力、制約かけていこう。ちょっとずつ押す力増やしてくるな。こっちでメンタルがすごい。どっちがさ強く押せるか勝負するね。よし、倒した。お、いった、倒した。よーっしゃ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 。あー、こいつめちゃくちゃ強かったな。強かったっすわ。 OK、 じゃあ一旦枠切り替えるんで、はい、YouTube でご覧の皆さん、少々お待ちいただければなと思います、はい、じゃあ枠切り替えで。いや、2人睡眠にしちゃうとさ、それも考えたんだけど、うん、あ、別にそれでもいいんだけどね。まあ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 、でも布団1個しかないから裸で2人で寝ることだけど。別に裸で寝るんだよ。いやいや、裸で。俺だって寝るとき裸だもんでお前が裸になって2人で寝れるんだったらいいよ。いや、裸はちょっと、それだもん。裸で寝るのはちょっとそうっすね。まずは
片方ずつ休憩、まあ、それでいいと思います。7、はい、そんで、で最悪この後10分後ぐらいに俺も寝てもいいんですか。まあまあ、最悪の最悪ちょっと最悪、そう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 、とりあえずはで加藤さん寝てもらって、ちょっとじゃあ俺は4時間、そうですね、もう目安に寝てくるから、俺は飯食って休憩してくるから、はい、8時に戻ってきます。はい、僕無理なさらないように、はい、適宜休憩を消費者、はい、もう本当にぐっすり寝てください。 OK。ああ、寝てもだ。ちょっと頑張ります。4時間頑張るがちょっとここから。今しれっとさ、武器の鍛造したけど、なんか紫出たけど、これ俺ちょっとラッキーやったやんなこれ。ねえ。どうこれ。誰に言ってんのってこの配信見てる人です。この話見てる人、一周目だと紫は3、ウヌは汎用か、すげえ汎用ってすぐにバレたんや。よく顔を見せよ。初めて見る人、こんな面白い、こんないいラインですかね。でもお主ら2人、もうちょっと顎あんねんけどな。この信長の客となれ。お分かり感謝いたします。これで負けんのかマジで。ごめん、もうだからこれがクソやねん。立ち回りで勝ってんのに、はあ、ちょっとこれ4面か。いやー、俺が 100% の調子やったらな、初見で言ってるのに。もう教えてください、どこ行けばクリアできるか。もうそれ通りに動きます。僕教えて、みんなコメントでフローチャート、メールで送ってくれ俺に。俺それ通りに操作するわ。もう、ま、あれ探しちゃうしか、うわ、なんか、うわ、この歴史は心折れるな。あー、終わった。俺思ったんだけどさ、はい、この後モコも寝てさ、はい、多分 4,5 時間かけて俺も2体倒すじゃん、はい、そしたらちょうど進行度合わない。おお、はいはいはい。え？いや、どうするんですか？いや、8時間寝たら、はい、俺が多分お前より4時間分進むじゃん。はい、もし俺4時間寝に行くよ、お前とこうやって。ほんでもう2人で、はい、あと半分ぐらい寝てりゃいいじゃん、ずっとこうやって。いや、マルチをやめるってことですか？つまり、このデータ。違う。もう一回、そうか、同じ。あ、そう加藤さんが4時間同じことになるけど、そしたら進行度がぴったり合うし、はい、ゆっくり、これはその木工が楽な方でいいよ。楽な方ですか？え、だってその今からまたさ、はいはい、ずっと下手すりゃ3時間かかったらお前さ、大変じゃん。寝て金もらいたいっす。どっちでも本当にダメ、本当にダメ。いや、まあまあ、でもだって長いからさ、体調悪くなっちゃったら大変じゃん。まあ、そうなんですよね。そう、ほら俺本当に一回も死なずに行くから。
まあ1個ずつ1個ずつ強い。うわ最初のクリボーに食い殺されたマジでやべえ。いやーこれ無事ここ、お前もう刺身にしてやる。かっけー、なにこれ、めちゃくちゃかっけー。わーやべえ、これヘビキャンできないかもしんねえ。あいつだよね、問題はね。やばくねここ。あー普通に死んだこれやばくない、これ、ここめちゃくちゃむずね。飯とか食ったんですか。あ、食った食った食った。あ、もう本当ですか。うん、え、飯食ったんですか。飯食ったなんでお前そんな俺に飯食わそうとするんだよお前うちのババアじゃねえかよお前田舎のババアだろいやじゃあお前が食いてたら食ってこいよ。いやいやいや別に。あ、無理だあ、死んでんのか、おい死んでるわいいよ、違うでしょ、諦められてあれだ、違うんだうわ、あれ、あー落ちた、あ俺も落ちた、あ落ちるなこれこれ落ちるな。オッケーです、いきます。いやしかも逃げられた、あいつ、あいつ、あ、そう、 まず両サイド5匹、あ5だ、まだ、あまだ5か、あそっか、じゃあ5分の1ぐらいってことでしょ。5分の1 4分の1じゃなくない、6分の1じゃない、6分の1、6分の 1? だからマジこのままいったら100時間かかるでしょ。100時間、うん、もうこれいざとなったら妖怪か、妖怪か、 OK です、うん、いざとなったら妖怪かしよう。妖怪ですお前了解ですが妖怪ですになってて妖怪ですいざとなったら妖怪かしら、ここ妖怪になります妖怪だ、妖怪だ妖怪だろ、よっしゃ、やった、やべえ、俺たち編み出してる、餅つき戦法すごい戦法が今、完璧だったよな。完璧でしたね。おお、うぅおうわちょっと充血してませんね。嘘、ちょっと目アップしてくんない、赤いっすよ、なんか TKO の木下さんみたいじゃない今俺確かに確かに確かに、いや確かにっていうか、なんか髪伸びてきたよなこれさ、セキュラの髪なかったっけ、はいはいはい、俺なんか髪伸びてきたなって、うん、でもそろそろ美容室行かなきゃ、俺これ終わったら、もう行くんすか、うん、おめえがいつも切ってくれるあのカリスマ美容師予約してくんね、かっこよくしてください、リニディゼルそう、クソイケメンの人イケメンだ、ちょっと入っときます先輩が切りに来ます、先輩よし、じゃあ、あ、でなんか忍者の紙みたいな手に入れると、そう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 、で、なんかスキルをつけるんですよね、とりあえず、さあいい加減にしろよ、お前なさあ、あれ、え、いいんすよね、これでそう、あれねえ、こいつ属性、うわ、負けたわ、ちょっと、やってもらっていいですか何やってもらっていいですか、いやいや、どうなんすえ何ふざけんの、俺拳しか使えないからめちゃくちゃいいファイトしなきゃいけなくなるんだよ、あ、これ武器はこれ自分のつけてるやつに移動するんですね、いや、なんでこれ、やばい、終わったもん
大丈夫ですか？なんかよくわかんなくなってる。おやべ、もう助けて。大丈夫ですか？あ、やばい。どうしたんですか？どうしたんですか？わかんなくなってる。わかんない。うん。助けて。あ、すばらしい。やべ。助かりました？わかんね。あれ、なんか、え、バグったんですか？よし。助かった。やった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 、ナイス、いやナイス、でかいこれは、すげえ、こいつ強えったな、よくやりましたね、本当によくやったわこれ、当たりもっけ強えったな、これはあかんやろ顔中傷だらけになってるよお前でも似てるだろ、ちょっと言われてみれば似てきてない、ちょっと似てる、ちょっとな、愛着湧いてきただろ、愛着湧いてきた、これ見越してるからね俺は20時間後のお前をどんどん寄っていってんすよ、寄ってきてるだろだお前ハルと並んだらこうなるんだよ$34,500 アムリだ、うわ体が9必要なんだ、ちょっと俺一回おしっことかトイレ行ってきます、いってらっしゃい、それゆっくりやっていい、はい、なんか勤めてたらしい、何これ、そういう歴史があるんだ、鴨の味じゃんこれ確かに静岡市場所は鴨の味じゃん、鴨の味じゃん、静岡から新幹線で毎回毎回来てるからな、あ、同じ服着てるお前、あははは、ありがとうございます、あぶねびっくりした、普通にさ、おい丸を押さないでほしかったら金払え、普通に なんでですかなんでなんで人質だよ、どういうことどういうほんと最後の最後で永遠にやり続けるからね、本当に倒しそうになってわざと死んで、え、なんでなんでなんで返さないもん、普通に今日ずっと自分も帰れなくなります、いやそれでもいい、いいんすかそれ、それでもいい、その覚悟ある、やべえ、あ、死んだわ、そうなんだよ、拝みながら死んでしまった、もう俺がさ、はい、お前読み返らせるから、はい、すいません、なんか読み返っちゃいました、オッケーオッケー、俺が引き、おかんで、おかんで早く、おかんで、もうおかんで、早くおかんで、あ、なんかおかんだ、おかん、たぶん拝みましたあ、でも普通に死ぬわ、おかんだ、拝んだんですけど、ああなんかアブレタ使ってる最初に殺されましたいや拝んでたらいけるでしょ、いけんのかな、拝んだ、あ、拝めてる、拝めてる、やった拝めてる、やった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 すげえ、ちょっと待ってな、あれね、そんでああれ、ちなみに、あ、助けて、オッケー、よっしゃ、優しいな、飲み食べ、まあ、風呂でも入ってな、はい、こっちなんか道進まってんの、いや、違うか、死んだらすまん、俺も撃つわ、はい、撃ちましょう、あり撃ちあり撃ちだくっそ、頑張れ、バカバカ、頑張れ、頑張れ、頑張れ、うわあ燃えなさい、燃えない、燃やせ燃やせ、うわあ危ねえ、うわあうわあきゃあ、もう助けて、助けます、助けます、助けて、うわあ燃えどっちか先死んだわ、確かに確かに、ね、いいっすね、もうこれ救いに行くの無理だ、うん、な、うわ、おいいや、ほらなんすか、ほらほら、ね、ほらってなんすか、こうやってやってさ、ギリギリで止める、ほらいや、止まらないと思って、多分押しちゃいます、ほら違う違う違う、あぶねあぶね今いつの間に、いつの間に押したの、わかんねー、怖っ、えこれ毎回やっていくから、マジっすか、うん、ちょっと毎回は勘弁してもらえますかね、うわやばいやばい、死ぬのか俺はやばい、ガスの回復入れます、だいあーあーあーおかさなくていいもんか、おかさなんでしたなんか起きた、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 殺せ、いや、いける、殺せ
よくわかった。まあ取っちゃうかもったいないけど。あのなんか豚はいなかった記憶ありますね。ありますよね。ありますよね。離れる。食われたかモーグ。モーグが食われた。よし、まだ足りない、こいつまだ。外された。外された。外された。消えたのか。やばい。ああ、よかった。よかった。なので、はい、あとご飯が来たって。あ、マジですか。食べてきてもいいよ。食べないですか。なんでお前俺に食わせようとするんだよ。お前、お前食えよ。じゃあ俺軽くじゃあ食ってこうかな。うん、ゆっくり食っていいんだよ。はい、3人でできるんだって。すごいね。だって、あ、YouTube 枠切り替わりました。でもさ、一番最初にこの帰らない放送やった時、モコまだ27、8、7とかだったでしょ。やっぱモコのかあの老いを感じるね。なんか隣にいてさ、あ、おじさんがいると思う。あんなに若々しかったのにさ、うわ隣におじさんがいるって思っちゃう。10時、6時とかまでみんな寝て合宿で、別にそれでもいいと思うんだよな。別に旅館でやってほしいよな今度な。次旅館でやろうよね。あのじゃもうさ、しゃらくさいじゃん。だからさ、コロナ落ち着いたらさ、みんなでなんか旅先でやろう。旅先で。そしたら雰囲気出ない。すごい、なんかピザラジのさ、なんかアーシャ撮る動画みたいなの見たけど、なんかあえてちゃんとねえだろ、ちゃんとこう決めて撮るみたいな場やと全然変わらないですよね、うんこちゃん。昔のアーシャとかと。それがすごいわ、全然老けない。え、どうやろう、あんま言われないですけど、あんまなんか俺年齢言ってなんかまあだろうねみたいな反応されたことあんまないわ。だいたいびっくりされる俺、年齢言ったらもっと若いかと思いましたって。うん、4キロか5キロ太ってると思う、あの頃より。うん、体重身長はあの測ってないか知らないです。4キロは増えた。でも多分なんか、はい、あの第1回のこの帰らない放送に比べて、はい、2人とも容姿の劣化がひどいです。見てください。そうっすか。いや変わんないですよ。もっと2人とも格好良かったと思います。全然一緒です。変わんないです。まず二人ともブクブク太りすぎです。あの儲かってるのか知らないですけど、ちょっとあの二人でご飯食べる時も、はい、いいもの食いすぎです。僕たちはダイエットしましょう。ちょっと、はい、心当たりあります。はい、心当たりあるだろう。はい、我々。そうですね。昔はな、安くて美味しい焼肉屋を探してさ、はい、行ってたのに最近はさ。はい、おい、モコ、おい、叙々苑行くぞって言ってさ、二人でな、叙々苑たらふく食ってな。そうっすね。反省しましょう。うまいもんが、ちょっと。昔のお前は、もう、野菜、な、俺が残したキャベツの葉っぱを、もう手づかみで、こうやって食べて、食べてたじゃん、本当に。はい。はい、あの十条の駅前で食ったじゃん。十条の。あの、俺がジムの裏の。そう、肉だけ食って、はい、お前が、そんな、美味しそうなもの残すなら食べさせてくださいっつってな。こうやって皿取ってこうやって食ったじゃん。いや、あれはもう、あれはもう純粋にやっぱ美味しかったんで。その時に戻りましょう。ね、戻りたいですね。ねえ、大事ですね。じゃないとちょっとブクブク太りすぎです。はい。我々は。はい。
初心にちょっと書いてあると思います。さあついに俺たちも一国一城の主だ。変な線入ってますよ。いやお前が連れたんだろこれ。そうそう、三代目ジェイソルブラザーズみたいな線入ってるよな。織田に歯向かってきた。気のせいかな。そこで信長してご覧に入れます。よしおい聞いたろ。お前天下に何にも興味のない顔してるぞ。そうもう歴史一個も分かんないでも、はい、ほら顔に俺の見ろこのすげえ俺興味津々じゃん。そうですね、うわ本物 の信長だみたいな。誰やこいつ、このおじさん馬乗ってるこのおっさん誰やと思ってんだろう。知らないだろ、はい、もう目にやほら全然興味ないじゃんお前。早くもう殴れたらそうでいいっていう。そうもうすごい興味津々なの。はい。精霊。あ、ほんまや。虎じゃんね。虎ですね。背負えるとはな。お主の背にあるものは。あ、こいつ信長か。あ、こいつか。なんかワンではもうあれですね、もうすでに死んでてで生き返らせられたみたいな。であ、そうだったっけ。で出てきましたよ、確か。なんかちょっと時代が新しかったというか。ええ、いや、どうしたよ。あ、本当だ。いや、忘れまった。カウンター狙わなくていいわ。そう俺、一回目から、ちょ、僕開けられる。ちょっと、開けないですか。力が入りました。はい、キャー、くそ。ちょっとすいません。あれ、なんで。なんでそんな簡単に開くの。え、力がやっぱ入んなくなっちゃってんだよ俺ら。ありがとう。はい、ちょっといいっすか。え、嘘、こんな力なかったっけ。え、マジっすか。嘘、やばいよ俺たち。もうだからほんまっすか。力がなくなってんだよ。え、マジで。やばい、しょうがねえな。行きましょう。うねうねうねやろもうやろまあまあよかったでしょ。よかった。よし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 。しぶとかったな最後。最後だ。いいぞモカ。一旦放って隠しろ俺。うわすごいわ。死ぬ死ぬ死ぬ、これ死ぬな。あ、俺死んでるわ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、あと1センチ、ここ1センチ、あと1センチ、カウンター決めます、カウンター決める、なんでカウンター、ごめんなさい、いや、惜しかったなぁ、いや、惜しかったのに。ヘビ行け。いったナイス、ナイス。おお、すごい、なんか、なんか変な。演出入った。よし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 。よかった。うん。もう最後の24時間、もう全力で走りましょう。ああ、なんか、調子いいね。そんな決意を新たにみたいな。もうなんかここまで来たらクリアしないじゃないですか。うん。ちなみに、そんなこと言ってるモコさんのマイクが取れてます。今入ってなかったですか、ね、結構俺いいこと言ったつもりなんですけど、つけてすらいないです。あ、マジですか。うん、マークついてなかったか。うん、やっちまったじゃあ行きますか。行きますか。はいはいはい。開いた。 Thank you。 あー、死んだわ。強っ。そここそ。すいません。大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。あ、生きてるか。生きてる生きてる。やらしてる。こいつはやばいマジで。敵強くね。やべ。いけいけ。よし。いった。よし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 。よしよしよし。いけたいけたいけた。なんかさ、俺さ、信長死んだってことはさ、
はい、やつと戦うと思うんだけど。誰ですか？信長を倒したのってさ、史実だとさ、はい、まあ、なんていうの、誰かの陰謀によるものだって言われてんじゃん。あ、しかも俺たちのなんかそばにいる人じゃない、それ。え、だ、誰ですか？まあ、明智光秀。あ、光秀まだ出てきてないか。もう今のはもう歴史分かってたらもう即出てくる名前ですか、やっぱ。ん？いや、うん、これ強そうじゃね？え？カシャノド…じゃあ、じゃあ、よいしょ、ナイス。次、じゃあ反対側。オッケーっす。これいいな、これいい、これが続いた。あ、これいいわ、これいいっすわ。じっくり狙えるわ。ゆっくりだよ、ゆっくり。ナイス。次、左に振るから。左に、ナイスですね。こっち、こっち、俺のとこまで来て。オッケーっす。そうそう。よしよしよし、よし。おら、お、いいゲーム、ケンタリーがしろ、よし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 、最後結局連弾ない、俺も最後もうこれで全部のボタンこうやって押してたの、全部何起きろと思って。あ、ありがとうございます。ファットル半蔵じゃねえこれ。ああ、服部半蔵に忍び、忍びですか。もうバジリスク見せたら分かるだろう。服部半蔵ぐらいは、はい、分かります、うん、こいつ出てきたら結構あの熱いでしょ。熱いっす。そう、はい、当たるんだよ。そうなんですよ、駿府城で出てくるんですよ、こいつ。そう、駿府に住んでるの家康。あ、なるほど、家康の家臣だから。あ、そういうことなんですね。伊賀の効果がいいんじゃん。はい、よかった。こいつ出てきたらクソ熱いよ、もうほぼ当たり当たり。あ、そういうのをちゃんと踏襲してるんですね、バジリスクは。そう、まあ、だって200とかでしたもんね、多くて、高くて。マジだ。あー、奥です。ちょちょ、どこだ、どこだ、来た。今まで、俺だからマジで武器全然ドロップしなくて、はい、で、比較的早めだっけ。ジンすげえ気に入ってんだけど俺。ジン、なんか俺さ、頭蓋骨割れ始めてない、ここで、本当だ。ここ開いても、俺のさ、あれが出てくるかもしれない、加藤純一がバカって開いてさ、ごめんな、もう一人の加藤純一がここから生まれてきたら。なんでここ割れ始めてんの、栽培マンみたいになってんじゃん。真の加藤純一が出てくるかもしれない。ナイス。おー、どうした、オッケー。まあ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 、やっぱあっちこそった。だね。暑いね。あー、危ねえ、家康のとこだった。え、マジですか。うん、危な。ちょっと本当気をつけましょうね、ここから。いや、お前次第だよ。どういうこと。お前の誠意次第だよ。 俺次負けたらやるからね。え、マジですか。え、丸押す。え、で、帰る。もう帰る。うん、丸押して帰る。そう、うん。え、ここまで来たのに。うん、じゃあ、俺も誠意を見せます。そう、もう誠意次第。楽に落ちちゃった。もう丸押すからね、次それで死んだら。ごめんなさい、ちょっと本当に試練、第一の試練だ。あ、ごめんなさい、俺何も手伝わないから死ぬわ。いや、もうほら、いや、ちょっとやめましょう。ちょっと、いったいってパスをして。分かった。お前の今、誠意が見えた。すいません。しかもガチ、あの、え、いつものなんか振るだけじゃなくて、ガチで押すから。ガチで押す。マジの丸押す。マジで押すんすか。マジで押す、次。あの、ちょっと本当に意識締めて やっていきます。あの、冗談抜きに本気で押す。妖怪になれる。なれますよ、俺。やばくなったら妖怪になろうか。了解です、うん、ナイス払い。なんだこれ。あぶねー。なんか今が終了が違うの。じじい終了。連打さ負けんで、ほら。もうちょい、もうちょい行け、もうちょい。じゃあ僕連打さ負けんで。連打すんだ、お前。ちゃんと一発一発大事に冷静に行け、冷静に。連打すんだ。ナイス。ナイスー。ナイスー。一番強いの教えろ、お前ら。一番使えるやつ、今の武器のなんか火力超えるやつ、お前ら教えろ、作る方。今すぐ教えろ、はよ。で、さ
最強の何雪月花を取りもせず千倍に寄生するクズの鏡雪月花って何すか、雪月花って何やスキルかな、名前クソかっこくない、名前かっこいいっすね、ちょっと欲しい、それはどこで買えるん、お前現代っ子だなお前手に入れるんだろそれ、あ手に入れるもん金で買うんじゃないっすかブナド、オーデン楽だったよ、うわ強っ一回やってみろお前レッスンすか、うん、あでもお前絶対バトだよ、俺はずっと支度したんですよ、お前絶対バトだったな、いや違う違う、どうしよう別にこれでいいよ、じゃこれクリアしてクリアしたらちょっとじゃあ分かりましょう、いや強そうそれ絶対強いですね、そんなんこれ無冠だよ、あそう話せんのか、ただこれ止まれねえよ、ほらほんと止まんねえもうちょいつの間にこうなった、ちょっと待って止まれねえマジでちょっと止まれてないじゃないですか、制御できてないぞそれラスイジの時はいいんだよあ、そっかちょっと、助けもこさん、あ、OK、大丈夫ですおめえがそれで進むじゃあ、もこが敵を俺の方に寄せてほしい、あ、なるほど、なるほど、いや、寄せて寄せて、OK、寄せて、反対側から寄せて反対側から寄せて、俺の方にそう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 二人技だ、二人技、お前が寄せて、寄せて、僕寄せて、倒れた、強いってんの、こいつ言うて強かったはずですよだから1対1で壁際だったら寄せて、僕寄せて、OK、そんなこと、動画出ます。こうやって やばい、もう関係ない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 、いけ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 、よし、いけいけいけ、もう食べといて、よし、オッケーです、いや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 、離れて離れて離れて、端っこ端っこに端っこに端っこに、やばいやばいやばい、終わったよし、これで全部倒してくれお前が俺も全部これでやるもん、これで今もうクソ強いやこれでいけるわ、妖怪化しちゃうんかぽいな、出てきそうだな、はい、ほら、あまあでも形さえ変わってないけどさまあ確かにそうっすね、整えられさえすれば確かに一緒だ、全然怖くない、同じだ、形がどうかっていうあれだからねそうだった、相手の能力関係ないからもう敵のなんか貴重したら無視するんだもんね殴り続けたら止まったからね敵がピヨってすごいこと編み出したな、これ形しか関係ないそう、これから俺たちの敵は大きいか小さいかだけだよ、はい、小さかったらもうミキサーでいけるからでかかった時はやっぱ考えよう、さすがにミキサー入んねえから開けていい、ああ、間違えた、すみません、俺、どこ死んだ、死んだ、落ちて死にました、オッケー、すみません、ありがとうございます、あ、どこだっけ、あ、落ちてきた、俺あ、ですか、助けます、そこ、すみませんこれすみません、落ちましたこれはどうせ、うわー、ごめんなさい、ありがとうございます、あれ、これどこ行くんだ、
いけますこれ、いける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 、あれよし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 、一発一発で当たるよ、本当だ、これ弱点ついてる今、よし待ってろ、ちょっと待ってろ、もう、はい、買ってくるわ、あ、僕です、許せねえよな、あいつ許せないですね、なあ、俺たちの前にその現れてな、うん、重くもっといい位置、ここからも狙える、うまいっすか、何あいつおい、聞いてる聞いてる顔背けやがったあいつ、めちゃくちゃ聞いてるわクソビビってるわ、ほら人間が怖くなってる、あー見えた、おい、もうこれでゲージ貯めれるわ、ほら、あおい、あいいっすね、ゲージ貯めるわ、あ、ゲージ貯めましょうか、おいいっすね、本当にゲージ貯まるわ、あ、ほら、あ、本当だ本当だ本当だ、あ、ダメージ食らってるわ、これで殺すわ、ここで、あ、オッケーっす、おめえが補給してきてさ、俺の弾詰めてくれ、俺ずっとボタン押してるわ、わかりました、ほら、はい、ほらな、枠切り替えお願いします、あ、もうそんな時間ないよ、ね、はい、笑顔のおじさん来ましたね、いっす、俺のこれと、はい、あの柴田のあのよくサムネのラワエル寒かったねーのとかあれ俺マジで好きで、そのポジションを俺のこれで奪おうとしてんだけど、なるほどあれクソよくない、いやいやもうやってみて、全然ダメだよ、恥ずかしさが残ってる、ごめんなさい、ちょっと思い切れなかったっす、うん、みたいなあの顔超いいよな、俺どうやっていつも家で練習してんだけどできねえんだよね練習してるかの顔、練習してる、めちゃくちゃおもろいやん、このおもろ系ボス、面白かったですね、よかった、じゃあちょっと今回はナイスで、あ、外れちゃった、あ、もう離れろ、あ、ちょっと動けないっすじゃあお前あれだろ今ここを押したままにしてたのだろ、あ、そうかなあー、しまったしまったしまった、そうだだからおかしい、いつもの匂いの音じゃなかったの、ミミミミミミンってたのお前ミミ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 って電子音がおかしいと思ったやんか、あぶね、今丸を仕掛けた、ちょっと待って、やぶ今見ましたよ、俺本当に一瞬ここに指いたしてよ、丸に普通に、危ない危ない、お金くれ、そしじゃなきゃ次押すかんな、俺ちょっと勘弁してください、本当にいや、マジで押すかんなで、ま、押して俺休憩行くかんなちょっと俺いないかもしれないですよ、次落ち着け、落ち着け、絶対パーマンタだから落ち着け、やばい、落ち着け、落ち着け修行燃やせば大丈夫、ナイス、よしよしよし、あと1発だった、危ねえよかった途中で連打しかしてなかったんだな、あれ、あ、しかも予約してたものが届いてる、届いてる、はい、え、俺届いてないんだけど、え、なんでよ、あれなんだ、ほんと届いてない、あ、一回も死んでないからかな、置き配選んでないから、あーなるほど、何置き配って、多分玄関の前に置いといてもらわないと持って帰っちゃうじゃないですか、いやごめん全然頭が分かった、何、あ、いや何でもないです、多分倒れてからじゃないですか、あーなるほど、はい、倒れた時にもう出元で手持ちに来るんじゃないですか、なるほどね、うん、あれか、無名だ、ここにあなたが来るって前回が教えてくれたわ、
あなたがいない間、藤吉郎の動きを探ってた。なんでそんな間を割くようなあれをするんですか。藤吉郎は好き放題で民を泣かしてばかり。連打しないで、俺のあれ見て。その敵視点での俺見てほしい。問題ばかり押し付けられるって。いやこいつは。にしてもここ赤目がやけに。これは相手したくないですね。ちょ見ててな、はい。調べてみる価値がありそうね。一番よく見えるここが。行くよ。最後のこの。クソかっこよくないこれ。かっこいいと思います。多分、はい、これが実は最強っすもんね。やめて。やめてって言われたからやめろ。殺すぞってか。ああ、こっちか。今のってボスだったのかな。違うよね。中ボスぐらいですかね。あ、死ぬ。すいません、死にました。落下で死にました。あ、オッケー。上だろこれ上に。ああ、うまい。うまい、すごい。そうなんだ、ちょっと前なんだよ。はあ、ありがとうございます。おい、次全滅したら丸押すからな俺。最初からだな。いや、このステージ丸までで一番やばい。そうでしょ。はい、絶対やる。俺ここだなって今思ってるから。いや、もう視聴者の人たちはいいって言ってるからやるから。いや、誰もいいって言ってる。俺も次でやるから。マジで。いや、お前も覚悟してて、本当にやるからでも。ちょっと待って、いや、やばいっす。本当にやる。もう決めた。もう我慢できない。一回やんないと。ここ丸はやばい。じゃ視聴者の期待に応えなきゃ、マジで。そこは。一回もやってねえじゃねえかと思ってるから。いや、序盤に一回やったじゃないですか。でも台無しにしたよ、そんで、これ今までの。危ねえ。次負けたら押すわ。押すわってな。だから押すわって、そんな。だから頑張ろう。感じ言う。ほら見てくれよ。しかもあれするよ、米部で、はい、あのう丸か×をコメントしてもらって、はい、主米でポンと押したところの上矢印の上にあった方を従うわ。×と丸で。いや、そのロシアルール。やめましょう。やめましょう。やめてもいい。俺がよくやるやつ。あ、あと俺が電撃を教えますわ。あ、いいね。あ、見えてんだ。お前それいいね。それいい。それいいね。まだ何も来てないです。オッケー。お、火炎玉、火炎玉。あ、オッケー。まだしゃあない。電撃来る。オッケー。ナイス、最高それ。いやー、うわうわうわ、止まっちゃった。あー、あれ今あれメジュータレーザーか。いや、なる。後ろは回復、回復。ナイス回復。回復、これもうこう回復、上、なんか、どうじゃく、なんか全回復みたいな。氷が来る、氷が。全回復、全回復。いや、全回復どっかにあった。全回復、全回復どっかにあった。あれか、あれか。あ、はいはい、あの粉みたいなやつだ。そう、あれ探した。分かんなかった。あ、もうだからセットしてなかった。洗顔がなかったから。あれっすね、あの白いやつだ。白いやつ探したんですね。なんか多いでしょ。まあ、結構来てますね。次負けたら丸押すから。オッケーっす。ちょっと待って、神工事を。何これ、何これ、何これ、何これ。あー、ナイス。よっしゃー、よし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 。ちょっと苦戦したね。いや、苦戦しちゃいましたね。一発目で半分まで行ってましたもんね。あ、これが何これ。稲早の何だ、あのなんとかのナイフ、なんとかの剣だ。そうそう、なんとかの、そうだ、そ、そし、ソハヤマル、ソハヤマルだ。
いや。よし、もう右から、右から、いやー、こいつ、怒りやがった。うわ、こまらに切れた。おら。よっしゃ。よっしゃ。でも多分大人気になる。あ、なんかぽいっすねこれ。これ演出が。うん。ほら。あ、行った。あ、ナイス。なんだ。あ、達成した。あ、よかった。よし。終わった。HP 低かったんだ。ね、半分だったら多分、ね。はい。うわ、ホモ属性のやつ手に入れた。おお、ナイス。もともとついてるやつですか。そう。あ、お前2ヶ月ぐらい髪の毛切ってねえべ。もう2ヶ月切ってないです。だよね。長いと楽でいいよね。はてな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 。何ですか。じゃあもうこの、はい、顔のところにはてなはてなはてなってなってたから。ああ。何言ってんだと思ったよ。おりゃ。なるほど。なるほどね。お前じゃこれだ、お前、お前な。は、ふざけんなよ、こい、こいつマジで許さん、ここ。ちょっと俺今やってた。マジで許さん、今のは。そっから連コンボやめて、コンボだけは。いや、お前ってやばあちゃんか。え？ピヨってるふりしてんじゃん、こいつ。なんでピヨってるふりすんの。ピヨってな一瞬なんかピヨるんだよ、こいつ。いや それ耐えるんだ、お前。それ耐えるんだ。よかった、ポーズ変えといて。イベントだ。これ見てね、見てね、見てね。はい、OK です。これはもう2人でできるんだよね。じゃあ、モコ君。なんか、あるゴリッとしたのがある。ここちょっと触ってみてください。ここんゴリッとしてるの、ここ。ここゴリッとしますよ。ゴリッとする。これ何このゴリッ。このしこり何。この俺の検診に引っかかる、これ。これお前よくこのゴリッ、あ、ここにもゴリッとしてる。あ、本当だ、これもだ。ゴリッとしてるな。なんだっけ、あと俺がお気に入りのやつ、上腕二頭筋太太丸みたいな、なんだっけあいつ。え、だいたちゃん拳使ってるやつ。俺ずっと名前思い出せんじゃん。あれか、なんだっけあいつの名前。もう出てこないですね。ね、そう、あいつの名前、あいつさえいればもう、なんだっけ、なんだっけ、凄腕の助。頼む。見てばかりだ。おれ。よっしゃ。なんだこれ。いやー。最後やっぱあれだよな、やっぱな、俺たちはな、これしかないっすよ。見せたよな、我々の。これが仁王なんです。これが仁王だよな。だから正直、今回って出だし過去最悪だった。過去最悪だったね。下手したらもう60時間経ってもクリアできないみたいな未来もちょっと見えつつあった中で、無事クリアできてちゃんとエンディングまで見れて良かったなと思ってます。すごかったね、はい、本当にね。後半の
追い上げ方尋常じゃなかったね。尋常じゃなかったですね。やっぱ俺は、はい、お前はさ、なんかあれなんだっけ、雪月花で化けたじゃん。雪月花化けました、あれマジで。俺、あれで化けたわ、これで。もう後半これしか使って、何でしたっけ、名前。もう名前知らん、名も知らぬ技。なんか主観みたいなやつ。あの技打ってる時に、はい、お前がこの道路でさ、整備するみたいにさ、そう、こうやって寄せるみたいな。そんな感じで、腹出してこう。交通整理しながら、引き殺せたよな、ロードローラーでな。しかもボスも一匹それたもんな。陶吉郎、最初の陶吉郎それだったよな。それで終わったやつ、本当に。あれちょっと、あれ衝撃だったわ。この俺とモコの帰らないシリーズでも屈指の攻撃技じゃない。そうですね。あれ今日のこの放送のスタッフさんすげえ優秀じゃなかった。いやもうあのスイッチングとかすごくなかった。そうなんですよ。俺まずすげえそれで気分よくできたわ、うん、なんか基本加藤さんの画面映ってて、でなんか俺の画面にあった時に音とかもちゃんと俺の画面に自然と切り替わってて、うん、なんかあこれちゃんと人が操作してんだなっていう。そう、そういやすげえよ。あとモコ頑張ったねマジでね。俺いつもさこの長時間放送、はい、死ぬほどくたびれるんだけど、今日そんなにくたびれてないってことはマジっすか。お前が背負ったねかなり。いやいやいや、俺マジでマジで。でも結局その2人でやっていくしかないから、うん、なんかあそっか、マルチプレイだったからよかったのか。マルチプレイだったんで、もうね結局やるしかないしっていうのは、ね、なんかでも明らかに以前までと比べてゲームに対する理解度みたいなのが深かった気がします、ね、うん、あそうだよね。個人的にはなんか今から52時間前の出来事覚え、53時間前の出来事覚えてますか。あのプロデューサーの、はい、あ安田さんがそうだ来てくれた、もし60時間以内にクリアしたら、はい、そのプロの人たちが僕たちのキャラコン、はい、代理で作ってくれるっていう話だったじゃないですか。 あったお前がクソ下手くそな演技であたかも今その場で考えたかのに言ったじゃないですか。任せてくださいって言って。俺何も考えなかったんだ時。そうだわ。何も考えてなかった。何も、はい、返事めちゃくちゃ、ま、いやアドリブでいいんじゃないですか。俺はいや俺そんなできないかなって固くなりしたけど、いやできますよ。できなかったっす。ということで、はい、安田プロデューサーに電話して、はい、ご褒美の CG 制作をちょっと、そうか、繋がってんのかな。じゃあ、モコ君にお願いしてもらいましょうか。僕でいいんですか。はい、繋がってます。お電話かかりました、モコと申します。あ、お疲れ様でした。安田です。あ、お疲れ様です。先ほどあの加藤さんと力を合わせて無事52時間50、はい、30分53分でクリアしてます。一日中あの拝見させていただいておりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやもう本当にもう素晴らしいというか、もう本当二人とも最後終わって鳥肌立つというか、ストーリーもゲーム性もすべて素晴らしいゲームでした。私いつもあの妖怪の方を応援するんですけど、今日の最後はお二人を、はい、応援してて本当にあの。はい、感動しました。いやいや、もうすごいいい敵で、もう感動と、いい敵というか、なんでお前上から見せてる。 いい敵でした。いい感じよ。いや、面白い敵でしたね、あいつはもう。じゃあ、全然名前出てきてないじゃん。あ、そうだ、なんかもう名前大黒丸だっけ、大黒丸だ。いや、大竹丸だ。大竹丸だ。大竹丸だ。丸だ。そうだ。失礼しました。失礼しました。で、申し訳ない、ちょっと本題になるんですけども、本当この放送始まる52時間前、はいはい、我々がちょっとあのお願いさせていただいたんですけども、はい、ご褒美の、ご褒美の60時間以内にクリアできたら、はい、はい、CG を作っていただくという約束が、これどう、そうですね、もちろん約束はちゃんと果たしますので、はい、おー。ありがとうございます。マジか、ほんますか、ありがとうございます。いや今日午前中ぐらいはねペースがこれちょっと大丈夫かなと思っていたんですけど、はい、そうなんですよ、はい、はい、あの終盤素晴らしいラストスパート、もうなんか掴んでね、ああ掴んだね、一気に行きましたね。そうですね、モコさんも雪月花を、そう雪月花もずっとコメントにかかって固くなり無視してたんですけど、でもなんかもう撮ってよかったさ。はい、ちょっと数日かかっちゃうと思う。あ、もちろんもちろん、はい、あ、もう、はい、もちろん、はい、続報も込みでご連絡させていただきますが、はい、制作進めます。ありがとうございます、よろしくお願いいたします。いえいえ、はい、はい、
ということでございまして、どうしましょうか、こちらの。安田さん、ありがとうございました。はい、本当にもう。すごい楽しかったです。はい。はい、本当に、またもし仁王3があったら、ぜひ。はい、どんどんかやらせてくださいよ、やらせてください。エンディングとかがね、ちょっとなんか仁王3、仁王。ちょっとなんか ね、続きがありそうな感じでしたけど。あ、そうですね、DLC があるので。あ、そっかそっかそっか。はいはいはい、そのあたりが入ったのが、はい、最後の最後に宣伝すいませんけど、来週じゃない、もう今週ですね、はい、2月4日出ますんで、そうだ、ぜひ興味持った方は買ってプレイしていただけたらと思います。いや、これはもうみんな買いです、はい、これ正直です。正直買いですよね。正直買いだと思います。買わなきゃダメだろう、これ、ありがとうございます、はい、その言葉が聞けただけでありがとうございます。いやいや、とんでもないです。本当にもうこちらこそありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では、はい、ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、あのさ、図鑑だけ見ない、うん、みんなね。いや、見た見た見た。それはさ、全員で見ない。ちょっと俺はこれ330匹倒してる。お前322匹。同じぐらいこう使ったんだな。同じぐらいだ。ガキ650匹倒してるんだ、2人で。もうほぼ仁王の世界にガキいないでしょ。乱獲しすぎだな。もうほぼ。じゃ、待って、これだって恐ろしいですよ。2日で650匹買ってるからね。2日で、冷静に考えてやばいっす。やばいよ、やばいわ。300もいったか、これ。次、はい。お、すげえ、ほとんど一緒だ、俺とほとんど一緒だ。すごい、やばいな、やっぱ。なんだこれ。そんだけ俺たち協力してやってたんだよ。ああ、そうだ。次、こいつ強く、お前めちゃめちゃ殺されてる。お前俺、めちゃくちゃ殺されてるじゃん。天敵いたわ、ここに。これ、あ、2画面で、2画面で1回ギリギリ見えるでしょ。みんなちょっと画面でかくしてみて。ボスも見たいから。ボスも見たいですね。お前めちゃめちゃ殺されてる。やられてるわ。めちゃめちゃ殺されてるじゃん、お前。その時俺たち世の中ソロプレイだったんですね。別、うん、こいつの全盛期がめちゃくちゃ殺されてる、うん、うわ、お前勝ち越してる、ワイラに。結構やったんすよ。お前ワイラに勝ち越してんの。やばくない？そうですね、豪算っすね、今。ワイラに勝ち越してるやつなかなかいないよ。そうなんですよ、勝ち越してんすよ、俺。すごくない？あんまり苦手意識ないワイラに。ないっすね。結構かもってたんだ、俺。マジで？お前ワイラに強かったんだ。ワイラにって俺こいつ逃げてたわ。いや、お前すげえ。俺ゼロ。勝率ゼロだ。マー君じゃん。はい、はい、やばくない？はい、7勝0敗。一回もやれてないんだ、こいつに。はい、こいつめちゃくちゃ強いやつだよ。こいつ確か強かった。だいたい俺、こうやって後ろから撃つことが多くて、あはちょっと避けてたのかな。小僧、いたいたいた。意外とレアキャラだ。めちゃめちゃ殺されてる。殺されすぎだ。一つ目鬼苦手だったな、多分。俺、こいつそんな苦手じゃなかったもん。なんか序盤から結構差ついてましたよね、うん、こいつに対する立ち回りが、うん、頭割るっていうね。殺されてんな、4回。小海坊主。小海坊主。お前、小海坊主も強えな。俺、こいつは途中で気づいたんですよ、炎に言われて。言ってた。お前、一突言い始めたよな。加藤さん、こいつ俺に任せてくださいって言ってな。炎属性入んだよな。雲。うわ、雲だ、気持ち悪い。19。生ハゲ。生ハゲっていうのか。当時いや、やっぱアグレッシブに立ち回ってる方が死ぬんだ。ね、そうっすね。ね。ちゃんとダメージ与えてる。え？なんで？どんだけ死んでんの、お前。え、かまいたち、お前。え、嘘でしょ。よ、かまいたち、そんな強くなかったよね。何回目で行ったんですか、俺。多分、4回目ぐらい行った。マジっすか。これは、ね、じゃあ13連敗したんだ。13連敗しました。え、たたりもっけ、俺めちゃめちゃ殺されてるわ。たたりもっけ強かったな。ちょっとね、強かった。あー、こいつなー。強かった、牛王に。うん。あいたわ。いたってラスボスだろ、これ。ラスボス。お前15分前のこと忘れてんじゃねえか。あー、大竹丸。だって。はい。シミ、モウリョ、スネコスリ。そんな感じです。あー、面白かった。結構、なあ、激闘だったんだな。ねえ、激闘でしたね。
いやあのでもねなんかもったいぶってニコニコプレミアム限定でおまけ雑談コーナーですって言ってんだけど、はい、正直俺ももう顔見てください、生と根が突き果てています決して手を抜いてるわけじゃなくて、はい、本当に生と根が突き果ててるよな、やっぱりなあなんかでもついに完成 しました僕はちゃんとこのカズさんが作ってくれたキャラコンの通りの顔になれたんだ、うん、なるほどね、この話を通じてようやくたどり着いたんだ、ようやくたどり着けました、俺はそれを見越してたから、はい、だからあと帰り道に俺がナイフで顔にこと傷つけてそしたらそこまでやらないですそこまでツイッターで上げてほしいわ本当に一緒になりました自撮りしてお疲れ様ツイートしますよ、ね、それでは最後に一言ずつ言って締めましょう、はい、まずはモコウ君から一言で別に一言でも二言でも喋りなかったんで、もう素晴らしいゲームに触れさせてもらってもう感無量です、本当にスタッフの皆さん、このねゲームやらせてくださったこうやっていくもの皆さんも、そして視聴者の皆さん、そして何より加藤純一さん、ありがとうございました。もうなんかこういうね一気にやる配信に出るためにやっぱその自分自身のこういうね活動のモチベーションがすごく刺激されるので、ものすごいいい機会だと思って毎回挑ませてもらってます、ありがとうございました。お疲れさん、お疲れ様です、楽しかった、はい、そうですね、僕ももう感想は言い尽くしたんですが、ね、無事に終われて、はい、すごく楽しかったし、うん、また機会があったらねぜひやりたいなと思えるような、はい、やりたい、放送でした、皆さん本当にね長らくありがとうございましたはい、ということで約53時間に及ぶ我々の、はい、戦いは大団円ということで、はい、またもし次回があったら、はい、お会いしましょう、ぜひお会いしましょう、はい、本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした、おやすみ、またな。